安倍川餅といつものです。今日は背中と腕トレなんで、いつも通りいっぱい食べて全力で筋トレしてきます。ではいただきます。車のフロントガラスが完全に凍ってて、すぐには出れないのが非常に辛いところなんですけど、ガラスの氷が溶けたら今日は背中と腕トレです。いきます。鶏肉の栄養補給です。卵酒茶漬け。背中に効かせるのはどうしても苦手で、一番背中を追い込めてないなと感じてます。いろいろ試行錯誤して頑張りたいです。ではいただきます。今日もアブローラー50回頑張ります。今日も一日が終わりました。最後にホットサンドとプロテインで栄養補給します。明日は一人なんで、いつも以上に重量を上げれるように頑張ります。では寝ます。おはようございます。5時です。今日は団子といつものです。この団子が1本でカロリー150キロカロリーもあるんで、お手軽にカロリーが取れてトレーニング前には最高です。ではいただきます。では明日で頑張っていきます。野菜たちと納豆です。いつもスクワット後にすごい吐き気がしててしんどかったんですけど、スクワットの前に懸垂とかで、まあ、上半身のアップをしてからスクワットをするとだいぶ吐き気などはなくなりました。今までアップを全くしてこなかったんですけど、まあ、やっぱりアップをするって大事だなと思いました。いっぱい食べて回復します。今から歯医者と医者ロ行きます。
今日は大根といつものです。めちゃめちゃ寝たのでスッキリしてます。今日は胸と肩トレです。一日予定が何もないんで全力で頑張ってくれと思います。ではいただきます。それも栄養補給です。茶漬け卵茶漬けです。お茶漬けで米を食べやすくして卵と酒でタンパク質を取るという作戦です。ではいただきます。では今日もアプローラー50回頑張ります。今日も一日が終わりました。最後にホットサンドとプロテインで栄養補給します。筋トレ全く関係ないんですけど、僕今歯を矯正しててめちゃめちゃ喋りづらくて痛いんですよ。辛いです。では、寝ます。